シンプルなのにどこか温かみのある表情、にょきっと伸びた無機質な4本の足、一見オブジェのようにも見えるこの物体、実はタコ松と呼ばれる椅子なんです。中央区の松屋銀座屋上でタコ松のクリスマス、空とには銀座が開かれています。こちらのタコ松は材料にある廃材を使っているのが特徴。タコ松の絆プロジェクトの若杉さんにお話を伺いました。東北の、今回の震災でですね、被災した、たくさんの、木があるんですね。大きな丸太がゴロゴロ転がっていましてですね、このままだと粉砕して、チップにして、燃やすとかですね、処分するしかないんですけれども、なんとか私たちの生活にもう一回使えないかというようなことでこのプロジェクトを起こしまして、東日本大震災で生じた大量の廃材を再利用して作られたタコ松とその仲間たち、組み立てなど製造に関わるほとんどの部分を東北地方で行っています。もともといろんな地域にの風景を作っていたり、皆さんの生活の記憶に残っていた材料なので、地域の木材が、地域の産業になったり経済になってですね、戻ってくるというような形にしたいなというふうに思いましてですね、このようなものを作りました。タコ松の構造は至って簡単。2枚の木材をボルトで留め、ステンレス製の足をつけたシンプルなもの。この簡単なデザインにも若杉さんの思いが込められています。被災木はですね、いろんな木の種類がありまして、できるだけその、いろんな木があっても複雑に加工せずに、それが製品として価値を生む、どこでも作れると、簡単な技術で作れるというようなところでですね、こういう かわいらしいキャラクターとしてデザインしました。訪れた人は、この顔が可愛くてすごくいいと思います。復興にもつながると思うので、すごいいい企画だと思います。木のぬくもりがあって温かみを感じます。ユニークな見た目にどこかぬくもりと優しさを感じさせてくれるタコ松のクリスマス、空と庭銀座は12月25日まで開かれています。